はい、みなさんこんにちは。こんにちは。本日は日光を観光していきたいと思います。イエイ。はい、今回の動画からですね、栃木県に来ております。はい、栃木といえばまず最初に日光が思いつくよね。ねえ、まあ、あとちょっと魅力度の方もやめろ。何が埼玉に負けてるのか今のところ全然分かってない。やめろってお前、埼玉の偉人の二人とも初めての日光でございます。もう春っていうぐらいポカポカ日和でめちゃくちゃ暖かい。そうで、天気も最高なのでめちゃくちゃいい Vlog が撮れるんじゃないでしょうか。はい。でまず今私たちはですね、華厳の滝というところに向かっております。日本三大名瀑そうと言われているらしいです。わー、なんか今ちょうど東照宮らへんかな、ここすごいね。すごい人がすごいにぎわっててめっちゃ楽しそう。早くここ来たいな。早く来たいね。うん、じゃあサクッとサクッとだけ見て。やめろやめろ。最低。やめろ。で湯葉食べたいんだよね。湯葉結び。で湯葉そばとかあるんだけど湯葉結びが食べたい。やばい、そろそろいろは坂に突入するよ。奥日光の華厳滝ってところに行くまでに、なんかこんな20箇所カーブのあるえげつない坂があるんだって。そこがめちゃくちゃ絶景なんですよ。危ないよ。華厳の滝の駐車場からなんと徒歩3分で滝に着きます。いいね。うん、めっちゃ観光しやすいね。いやー、今日天気良くてめちゃくちゃ気持ちいいわ。めちゃめちゃ天気いい、本当に観光日和よ。あ、なんかすごいいろいろ売ってんじゃん。華厳団子が華厳の滝名物なんだって。食べたい華厳団子。うん、後で食べたい。ああ、エレベーターなんだけど、これがお金かかんだよここは。うん、見える丹波台があるはず。あ、見えた見えた。マジ？うわすごい。でっか。すごい。ちょっとこれすごいね。すごいよ。雪の時に来たからさ、雪が残ってて綺麗だよね。かっこいいかっこいい。すごい。こんな高さあるやつ俺初めて見たわ。ねえ。あんなんさ、下で滝の修行とかやるのかな。やるわけねえだろ、死ぬ死ぬか。奥日光の華厳の滝すごいね。これはやっぱ日本三大名瀑、名瀑なだけあると思う。どうする？エレベーターの真正面から滝見られるのはすごいね。ああ、まあでもいいよ、日光早く行ってるし。早く行くしな。うん、団子食べるか。団子ツルツルテカテカ、美味しそう。うん、あ、うん、うまっ。ちょっとしょっぱめの。うん、そう、甘すぎない。すごいあったかくて美味しい。もちもちで美味しい。華厳の滝すごかったね。うん、あんな迫力すごいの初めて見たよ。うん、うちらの撮影技術でちょっと伝わんないな。望遠レンズないから全然今撮れない。レンズ1個しか持ってないって結構致命的だよな。やばいっしょ。うん、一眼レフの意味ないんだから、それだったら。でもレンズ何個も持ってても使いこなせないんでしょ、どうせ。うん、華厳の滝から中禅寺湖まで5分10分ぐらい歩いて。中禅寺湖。お、すごっ。あ、ほんとめちゃめちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だね。キラキラしてる。これはすごいわ。
輪王寺三大の仏像があるよ。でかいね、うん、世界遺産だ。こんなにたくさんすごいよ。すごい高い。かっこいいね。ね、江戸時代初期だって。色がすごいわ。すごい綺麗な赤だよね、うん、これね、あのね、面白いんだよ。母と子なんだって。母と子。おー。で、これ幼少時代が見ざる言わざる聞かざるじゃん、うん、で、これ少年時代なんですよ。これが青年時代なんだって。うん、これがね、挫折恋なんだって。恋愛なんだって。うん、真ん中が結婚なんだって。へえ。で、最後見て、お腹大きいでしょ。うん、妊娠なんだって。へえ。猿の一生らしいよ。見ざる言わざる聞かざる。あれあれ、日暮れの門。日暮れの門、うん、あの一つの門に300体ぐらいの奇獣とかいろんな動物とかが彫り込まれてて、へえ、一日見てても飽きないっていう意味で日暮れの門。わしいな。めっちゃ白いか。まさに豪華絢爛。輝いてる。これはすごいわ。細かい。作りすごいね。ゴロゴロ入ってきました。混んでるし、すごいね。これが江戸時代に建てられたんだ。すごい。いや、面白いなね。あ、いた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 。ちっちゃ。かわいい眠り猫。徳川家康の墓。今こん中ちょっと撮影禁止だったから撮れなかったけど入ってきました。あ、ダメだ、ここすごい圧巻や。私たちのボキャブラリーじゃ皆さんにお伝えすることできません。来てくださいとしか言えない。一個一個行ってください。すごいね、日本って。一個一個すっごい細かい作りで。これは世界遺産だわ。凝ってるね、全てが。このぐらいの歳月かかったんだろうね。ね、徳川家康ってすごくね。すげえ、徳川家康はちょっと今あいつマジすごくね。やつはすげえぞってなってる今。与沢翼とかの目じゃないじゃん。やめろよお前、与沢翼とのクラブ。建ててる家の規模が。家じゃないか、別にこれ神様として祀られてるだけだから。うん、そうだ。この柱あるでしょ、うん、この白い柱、こんだけ家紋が逆さまに書いてあるのがあるんだって。それね、なんでかっていうと、建物は完成した瞬間から崩壊が始まるとされてて、あえて未完成のまま残されてるらしいよ。あ、なるほどね、うん、当時はさ、もっとさ、キンキンピカピカのさ、金箔だったからさ、ギラギラだっただろうね。あ、なるほどね。めちゃめちゃ輝いてただろうね。うん、マミがめちゃくちゃ感動してんのがわかる。私こういうとこ大好きだもん。一日中いられるわ。桐生っていう絵が飾られているこちらに入ったんですけど、そちらも撮影禁止だったんですけど、あの実際にね、説明とかをしてくれて、目の前で桐生の声を聞かせてくれたね。あれね、カーンってやると竜の下でやるとなんか鈴みたいな音がするんだよ。あれは感動しました。結構いいねあれね、うん、いやでもめっちゃ良かったね。うん、いい体験した、うん、で、ああいう説明みたいなのもさ加えて、あと桐生のこの実践もあって1300円の配管料ならなんか納得。あ、そうだね、最初高っと思ったけど、日光東照宮今満喫してきました。大満喫できた。すごいね、うん、圧巻でした。世界遺産日光はさ、これで鬼怒川温泉もあるしさ、いいね。いいよ。一泊二日の旅行にいいですな。関東に住んでるとさ、やっぱ草津か日光か箱根かみたいなすぐ出るじゃん。うん。草津と日光いいよな。やめろよお前、箱根人の。あった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 。マウンテンチキングリル。これが食べたかった。すいません。マウンテンチキングリル。
結構ね、もう終わり頃になっちゃって、結構どこのお店もやってなかったんだけど、この西参道にあるなんかおしゃれなお店が勢ぞろいしてるところではまだやってたので、お目当てのチキンを買うことができました。ニアはそこで車の中で待ってます。なんかね、おしゃれなねカフェがあったり、どら焼き屋さん、ここはなんかお茶屋さんだね。朝ね、おにぎり食べたんですよ、コンビニの。それ以降何にも食べてなくて、日光観光でね歩いて疲れたからね。でなんかもう終わりの時間になっちゃって、参道どこもやってなくて、私のお目当ての湯葉もつって買えなかったから萎えてたんだけど、めっちゃ美味しそうじゃない、見て、 USJ とかディズニーにあるやつだよ。うん、うーん、うまっ、うまい、ボリュームすげえなこれ。うんうん、うまい。鬼怒川温泉楽しみ。今から鬼怒川温泉に行ってみようと思います。プランに入ってなかったんだけど、やっぱり温泉入りたいねっつって。鬼怒川温泉で働いてる人とかにも愛されてる地元の定食屋さんがあるんだって。なんか一富士って店なんだって。そこで晩飯食べたい。いいよ。本当はもっと日光で参道とかでご飯食べれる予定で、晩飯決めてなかったんだけど、晩飯ってか夜ご飯決めてなかったんだけど、はい、今鬼怒川温泉までやってきました。結構ね、いろんなね宿が結構休館しててやってないところが多かったんだけど、ここはね奇跡的にやってた。やってました。私たちは宿泊じゃないので日帰り温泉だけ入りに来ました。はい、初めての鬼怒川温泉だね。楽しみ、初めて。ということで行ってきます。行ってきます。はい、じゃね、じゃね、来るなよはい、ということでホテル白川湯の蔵行ってきました。はい、行ってきました。気持ちかったです。中でお湯がすごい柔らかかった。うん、サラサラしてる柔らかいお湯で、結構ぬるめ、露天風呂ぬるめでゆっくり入れた。めちゃくちゃ結構ゆっくり入る感じ。サウナもねついててね、気持ちよかったです。旅館のお風呂だから綺麗で、使い心地がすごい良かったんで。良かった。という感じで鬼怒川温泉もね無事に堪能することができました。いい一日です。良かったね。この後一富士で飯食っております。そっか、まだあるんだったやってなくね。はい、やってない。やってない。やってませんでした。やってませんでした。ということで、どうにかご飯食べて寝たいと思います。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。